どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓使いから見たひらめが丘団地の攻略方法となります。プラワンよりリメイクされたマップ、ひらめが丘団地ですが、マップの高低差は相変わらず健在でしたね。ただ前作よりも分かりやすくなってるような気がしましたので、弓視点でポジションなど細かく見ていきたいと思います。今回は弓視点でのポジションの使い方や気をつけていることをまとめていきたいと思います。また X のミラーマッチを想定しての話になりますので、バンカラでは当てはまらないかもしれないです。ポジションの使い方は分かるなと思いますので、最後まで見てもらえるといいかと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速していきたいと思います。まず最初に押さえておきたいのはマップの特徴ですね。弓での攻めやすさを理解するならマップは覚えていたいところです。直射や射程の理解が立ち位置のポイントになりますからね。このマップの特徴としては、言わなくても分かる通り高低差が中央に行くほど激しいという点です。ですが壁がなければ意外と狭いマップなんですよね。そのため1キル取ったとしても復帰からの裏取りが非常に早く厄介です。また高低差があるということは敵のイカちゃんによって復帰がしやすいという点も言えます。死角がとにかく多いんですよね。死角が多いということは攻めている際に後ろを取られる確率も上がります。クリアリングができるかどうかがかなり重要かと思います。もう一つ特徴を挙げるとすれば、押し込まれているときついという点です。理由は中央の高低差です。このマップは中央を抑えているだけで視界的に有利になります。そのため下で潜伏してようが攻撃が通されるのできつくなります。このように中央が重要なため、中央を取ることが他のマップよりも要求されます。意地ですがかなりの重い仕様になってるかなと思います。ではこの特徴を押さえた上でマップのポジションを見ていきたいと思います。最初に確認したいのは自陣の右側です。この高台ですが壁が多いので安全に見えるかと思います。ですが個人的には厳しいかなと思ってます。理由としては攻撃できる場所があまり強くないという点です。一応敵陣寄りに中央を狙えますが、キルを取ることがかなり難しいですし、何より見えないです。ほとんどが予測打ちになってしまいます。さらに相手からすると上から攻撃をして抑えれるので意外と圧力をかけれるんですよね。もし活用するのであれば味方との編成したいかと思います。味方にギッターが左高台に行けば初動はこちらはありですね。理由としては挟み撃ちができるからです。左側から攻撃ができない場所の場合はカバーができるので、そういった使い方はありだと思います。ですがキルが取れるポジションではないので攻めるときは正直弱いなという感覚があります。防衛の時もやはり短期決戦が要求されます。このあたりかなり厳しいような気がしますね。他のマップではキルを取ることが容易ですからね。ただこのマップは裏取りが多いので、それを防ぐという意味であればいいポジションかなと思います。壁にひっついている相手は見えますからね。そういった点からしてはいいと思います。続いては左側に関してです。このポジションは基本的に押さえておきたいポジションです。理由としては初動の時に高い場所を押さえておきたいという点です。見晴らしもよく相手の長射程と同じ視線で対面できます。上から狙われるよりかはいいからですね。リッターがいなければある程度奥まで攻撃ができるので、うまくいけば押し込むことが可能です。ただし注意したい場所でもあります。それは降りてしまうと逃げ場がないという点です。この左高は囲まれています。さらに壁を登ってくる探射艇も多くいます。そのため安易に下に降りるとデスの回数が増えてしまいます。それではこのポジションどこを取るべきなのかというところになりますが、この壁の上です。このポジションであれば逃げることも多少は容易です。
何より敵陣にもある程度攻撃ができるのでいい場所です。ただインク回復ができないのが難点ですね。連続で攻撃ができないというところがあります。もしこのポジションが難しいと思うときは敵が来そうなところにポイズを投げておきましょう。まあ、要はクリアリングですね。これによって敵は侵入が難しくなりますし、味方のカバーも早くなってきます。最後にポジションとしては中央の使い方ですね。中央に関してはある程度ポジション確保からの動きになります。このマップは特徴で話した通り壁が多いだけでかなり狭いです。そのため潜伏も多く復帰も早いです。そうなった時に裏取りや味方のカバーに入れる位置がこの中央ポジションになります。まず中央に関してですが視界の広さです。大体の敵の位置が予測できます。サーマルインクを使えば大体動きも読めるということもありえます。このゲームなんだかんだ言って視界は大事ですからね。また抑えとしても優秀なポジションです。まず打開の起点になりやすい右高台ですが、このポジションに圧をかけれます。この裏にいるだけで打開されやすいですからね。この機会を潰すにはかなりいいポジションです。中央が取れているかどうかで有利な時間が大きく変わるなと思います。この上から打開されると、例えば矢倉だと後ろを刺されたりしますからね。結構大事です。ただ注意が必要です。この中央なんですが、どうしても取っていると右側に目が行きがちです。そのため左側から裏取りをされてしまうことが多々あります。それを防ぐためにもポイズンで死角をカバーするようにしましょう。右を見ているときは左にポイズンを投げるとかですね、壁を利用するといいかと思います。今回は3つのポジションについて話をしていきましたが、マップ攻略をするためにもトラストなりのコツがあります。実践でいろいろ試して有効だったことを3つほど紹介します。1. 壁を警戒する。基本的な行動として壁を警戒する必要があります。他のマップではあまりしない行動ですね。立体的になった弊害だと思います。敵の攻撃の起点は基本壁からの潜伏が多くなります。長射程はその対処ができないことが多いので、壁際や同じ場所にいることはかなり危ないです。敵が来そうな位置取りをしているときは潜伏に注意しましょう。またそれを防止する方法としては、壁を塗るというのも非常に効果的です。そもそもの侵入箇所を潰すというところですね。2つ目はポイズンを投げる。ポイズンを投げることはとても有効です。先ほど話したように壁からの潜伏が非常に多いです。それを手軽にクリアリングできるのがポイズンミストになるわけです。相手の機動力も落ちますし攻めづらくなります。また音によって味方との連携もしやすくなるので、実はかなり有効な防衛手段だと思っています。とりあえず投げておけば逃げる時間確保できますからね。3つ目はスペシャルをすぐ使う。最後はスペシャルです。このマップは高低差が激しく視界が多いため、相手を見ながらスペを切るのは非常に難しいと思ってます。そのためスペシャルを使う機会が減りがちになりますので、索敵と邪魔のために率先して使用する方が効果的かと思います。もちろん打開や押し込む時に使うのもありですが、それ以外の使い方としてスペを効率よく使用するだけでもいいかと思います。正直このマップ壁が多すぎて慣れないと矢がめっちゃ壁に刺さるんですよね。壁虫の攻撃は非常に強力です。まあ、こういった点も考えるとスペシャルは使っていく方がいいなと思います。ということで3つの紹介になりました。このマップは壁をうまく活用することが非常に大事かと思います。はい、ということで、今回はここまでとなります。秘密会から見たひらめが丘団地の攻略方法はいかがでしたでしょうか。新マップとして登場しましたが、高低差が本当激しいので慣れるまではマップ理解自体が難しいと思います。
まずは散歩などしてマップの構造を理解からでも勝率が変わると思います。また他のマップにはない壁が重要です。壁への意識もしてクリアリングをしっかりしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。